やはりまた会ったな。3日続けて会うとは縁があるなあ。昨日あの話をした後、書店に行って近頃流行りの本を読みたくなってな。旅人、お前はリーウェの書籍の起源を知っているか。人々は木々の繊維から紙を作り出し、読みやすくするために紐で紙を固定した。それが本だ。その後、より良い本をより早く作るため、人々は活字印刷の技術を発明した。それが長い年月を経て進化し、ようやく大量生産できる書籍が生まれた。それから様々な物語や小説が増えていった。旅人、何か印象に残っているリーウェの書籍はあるか？ほう？お前もその本を読んだことがあるのか？この本の著者はかなり思慮深く、思考が新規で、俺でも本の内容を理解しきれないほどだ。まるで他人の人生を見ているかのように新鮮に読めた。神と仙人は常人にとってあまりにも遠い存在であり、描くことが難しいものだ。顔真モラクスは確かに俗世を巡ることがある。だが派手な化身はそれほど多くない。ただ街を歩くのであれば、人々の注意を引かなければそれでいいからな。変装をしすぎては本末転倒になりかねない。このような差こそ逸話と生死の違いだ。他人の作品を読むことは他人の目で世界を見ることと同じ。不思議で趣がある。その本は確かに印象深いものだ。あまりにも難解で、人々の間ではさほど流行していないと聞いた。しかしその本に書かれている何人かの夜叉は確かに実在していた。夜叉一族はリーウェの後進だ。彼らは戦に身を投じ犠牲となった。近くは港から、遠くは双眼に至るまで、リーウェは古くから彼らの助けによって平和を維持してきた。お前も本物の夜叉とは会っているだろう。ああ、今の彼は敵化州の方にいる。将は単独行動を好んでいるが、お前ほどの実力者からの誘いであれば拒まないだろう。彼に会ったら怪盗祭を楽しむよう伝えてくれ。